ボスポラスの海戦は、第一次世界大戦中の1915年4月27日に、ボスポラス海峡の国会側入り口で、ロシア帝国海軍国会艦隊と、オスマン帝国海軍との間に発生した海戦である。サール1岬の海戦に続き、双方の主力艦同士が、正面から衝突した二度目の戦闘であった。 1915年4月24日、黒海艦隊司令官 AA ベルがあると、海軍中将自ら指揮するロシア帝国艦隊は、オスマン帝国の炭鉱地区やボスポラスホルイを攻撃するために、黒海の南西海域に向けて、セバストーポリを出航した。連合艦隊は、全土旧戦艦 F ・スターフィーを先頭に、イオアンズ・ラトウスと、 パンテレーモン、トリー・スブヤ・チー・チャリア、ロス・チスラフ、防護巡洋艦、カグール、パーミアチ・メルクーリア、水蒸気を搭載した、アルマースト、水蒸気母艦、インペラートル・アレクサンドル・一世、キライ・フセツ艦、クセニア大公飛、艦隊水雷艇部隊、並びに総海艦からなっていた。4月26日、艦隊水雷艇、デールスキーと、ベスポ・コー・イヌイは、コズル港へ侵入し、 港湾施設への砲撃を実施した。両艦は、さらに、オスマン帝国の蒸気船、セリアニクを撃沈した。エレグリ地区においては、巡洋艦、パーミアチ・メルクーリーやガニ席の蒸気船と27席の、ホブネを撃沈した。この攻撃的な作戦行動の結果、オスマン帝国はトンカズで見た場合、すでに持ってる、輸送船の3分の1を失ったことになった。 午前10時、攻撃の方が、エレグリからイスタンブールへ知らされたが、驚きのあまり司令官は、ロシア軍の上陸が始まったと誤って報告した。事態に対処するためオスマン帝国海軍の主力である、巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムが、速やかに出港したが、ロシア艦隊は、ボスポラスに向かって、沿岸砲台から離れたため、行き違いになった。 4月27日の赤時、海峡へ向かって砲撃グループ、すなわち戦艦、リース・スブヤチーチェリアと、パンテレーモン、水蒸気を積んだ、アレクサンドル一世と、アルマーストが分派された。残る戦艦は、海峡からおよそ25回里の海上に止まった。巡洋艦、パーミアチメルクーリアと、カグールは、沖合で、紹介任務についていた。 したがって、ロシア艦隊は、広い海域にバラバラに配置された状態となっていた。ロシア側司令部が、ゲーベンの速力を 28KN と見積もっていた。ことからすると、この配置は全く理解できないものであった。ロシア艦はどれも単独では、ゲーベンに対抗できる能力がなかったのに、この時、ロシア艦隊は、自分から進んで、 各個撃破されかねない分散配置についていたのである。こうした分散配置は直前の3月のボスポラス砲撃と4月のボスポラス砲撃でも取られた定番の体系ではあったが、かねてより警戒していたゲーベンの存在を考えるとそもそもあまりにものんきなものであった。巡洋戦艦ゲーベン、後のヤウズスルタンセリム。朝方ボスポラス海峡から オスマン帝国の駆逐艦、ヌムネー・ハミー・エトが姿を現した。ヌムネー・ハミー・エトは午前5時15分、北にいくつかの煙を視認し、それに向かって進み始めた。そして5時40分、ヌムネー・ハミー・エトは無線電報にて、ロシア艦隊発見の方を発した。ヌムネー・ハミー・エトは、ロシアの総快艦にを砲撃しようとしたが、 ロシア戦艦からの反撃にあったため退却した。ヤウズ・スルタンセリムは、ヌムネ・ハミーエトに、無線電報を打ち、ロシア艦隊へ接近を始めた。ヤウズ・スルタンセリムの接近に気づいた、巡洋艦、パーミアチ・メルクーリアは、全速力で、連合艦隊との合流のために駆け出した。一方、ヤウズ・スルタンセリムはこれを追いながら厚かましくも、 自分のコールサインであるギガバイトの2文字をサーチライトによる発光信号で送った。7時5分、エベルガールとは砲撃グループへ連合艦隊との合流を命じ、時間もまた合流に向かった。しかしながら、ヤウズスルタンセリムは急速にこれに追いつきつつあり、連合艦隊の結集は間に合わないということが明らかになった。したがって、エベルガールとは、 ヤウズ・スルタン・セリムを迎え撃つことにし、ロスチスラフと合流してこの古くて弱い艦を敵団から守ることにした。そのため、エベルガールとは速度を 5KN に落とすよう命じた。ロシア艦隊の機関、戦艦、F ・スターフィー。7時53分、94鎖の距離から、ロシア艦隊は発砲を開始した。ヤウズ・スルタン・セリムも速やかにこれに応戦した。 ヤウズ・スルタン・セリムは、最大射撃速度で砲撃を続け、束の間の優位を利用しようと試みた。その砲撃は、絶え間なく、f スターフィーを追い、艦はただ時折大きな水音の壁に身を隠すばかりで、あったが、ヤウズ・スルタン・セリムは、命中弾を得ることができなかった。おそらく、ドイツ人乗員たちは、 艦の速力を落とすというエベルガールとの計略に惑わされて、ロシア艦までの距離を完全に計算し間違えていたので、ある。とはいえ、ロシア艦隊が特訓した集中砲火戦術は、またしても成功していなかった。集合を命じられた砲撃グループでは、パンテレーモンの艦長、MI 化指向不海軍大佐が状況を判断しつつ、艦に全力指導を命じた。 パンテレーモンは 17.5kn という高指示を 1.5kn も上回る速力で進み始めた。8時6分、砲撃グループは連合艦隊と合流した。パンテレーモンは合流するや、隊列の所定位置に入らず、ロスチスラフの前に立ってヤウズスルタンセリムへの砲撃を開始した。やがてヤウズスルタンセリムは2発の大型砲弾の命中を受けた。 そのうち一発は、右弦走行体に、命中、もう一発は、株放題に命中して 150mm 砲一機を、破壊した。損傷が重度ではなかったにもかかわらず、ヤウズスルタンセリムでは、状況が、危機的であると判断された。ヤウズスルタンセリムは、有足を生かして戦場から逃走した。8時12分、戦闘は終了した。ロシア艦隊が、 ボスポラス側に位置していたため、ヤウズスルタンセリムはじめ基地のある方角とは反対の北へ逃れ、ロシア艦隊から100鎖近い距離を保った。そして、敵艦隊が十分にボスポラスから遠ざかった後、彼は 26KN の速力で海峡へ突入した。4月28日、ロシア艦隊はセバストーポリへ帰港した。この短時間の海戦は、 ロシア海軍のエベルガールと提督の戦術の不適切性を明らかにすることとなった。同時にオスマンドイツ軍の非力さも明らかになった。オスマン艦隊のドイツ人上院たちは敵艦へ3発の命中弾を与えたと見積もっていた。ドイツ側はこの海戦でトリー・スブヤチー・チェリャとヨアンズ・ラトウスとは重度の損傷を負ったと記録した。しかしながら実際には ロシア艦船は一発の命中弾も浴びていなかった。ヤウズスルタンセリムの砲撃は F スターフィーの近くに落下し、その船体を大きく揺り動かした。エベルガールと提督は何度か上級士官を船体下層部へ検査のため差し向けたが、破口はないものと確信された。戦闘終了後、艦艦と中艦艦に30以上のドイツ軍の砲弾の破片が見つかったが、 損傷した箇所はなかった。この戦闘のため、レベルがあると提督は、剣と聖ブラジーミル二等勲章を授与された。勲章は、高い戦闘褒章に変えられた。ありがとうございます。